では最後に木村さん、日本人ラリーが1人増えて2選手の最後は期待をちょっと聞きたいんですけども、まずは久保建英、ちょっと移籍の話も出てるんですけども、レアルソシエダ含めて新シーズンどういうことを期待しますか？久保はね、相変わらずナンバーワンなんですよ。プレシーズン。プレシーズンマッチ見ましたけど、プレシーズンマッチの、まあ今ね、主力がね、全然出てないですけど、ユーロ組がまだ全然出てないんで、久保はナンバーワンなんですよね。で、ナンバーワンでずっと、去年もずっとナンバーワンで、今年もナンバーワンで、まあ、今季の移籍は僕はないかなと思ってるんですけど、この夏の移籍は。ソシエダを出ていくシーズンにはなるかなと思うんですよ。ラストシーズラストシーズン。やっぱりね、久保がナンバーワンじゃいけないかなと。久保がいるべきチームは、久保がナンバーワンなんじゃなくて、久保がポジション取れるか取れないか。ン。のチームに行くべきなんですね、次はね。でも、ソシエダはもうここを2年連続、下手すると3期連続で、あ、2年連続で、もうずっとナンバーワンみたいな、感じ。では、もう絶対的なレギュラーなんですけど、なあ、やっぱり久保は成長、まあね、出続けることによって成長するっていうのもあるんだけどもね。まあ、次の段階に行くところには来てるんですかね。で、リバプールなんて話が出てる。リバプールで今行って通用っていうか、レギュラーにはなれる。あるいはレギュラー争いができるっていうのはちょっと厳しいかなとは思うんです。だから、リバプールは取りに、まあ、今季は取りに来ないかなと。力的にね。本当は、もうプレミア行くしかないんで、今から。まあ、ドイツ行くってもあるかもしれない。ドイツとかプレミアか。そうすると、まあ、プレミアの、そんなにね、CL 優勝が狙えるチームじゃなくて、まあ、5位とか、そのぐらいのチームのプレミアに行って、レギュラーだったり、レギュラー争いで、こう、競い合うような移籍が望ましいんですよね。リバプールじゃなくて。いきなりリバプールとかね、まあ、久保のためにもならないかなというふうに思います。まあ、そういうことを考えて、今季の久保、レアル・ソシエダでもナンバーワンだということなんで。いいニュースなんだけど、悪いニュースでもありますよね。ラレアルはちまあ、なみに木村さん、こうメリーノまで抜かれそうなんですけど、まあ、ルノルマン抜けて、メリーノ抜けてっていうところで言うと、若干心配ではありますか？まあ、補強はするでしょうけど。そうですね。ただね、EL 出場権を、まあ、ヨーロッパのコンペティションの出場権を得られればいいチームなので、CL 出場必須のチームじゃないんですよ。チーム的に。ということで言うと、まあ、良い選手をね、高いお金で売って、で、まあ、ちょっと若い選手、スシッチなんていう選手が入ってましたけども。で、高い選手、ちょっと若手の、まあ、伸びそうな選手を入れといて、で、あとは若手がいるんで、下部組織上がりの選手で、まあ、なんとか、やっていくと。で、8位だったり、7位だったりになるかもしれない。で、もしかしてうまくいくと、4位とかね、5位とか。5位とかある。ぐらいのチームなんですよね。なので僕は全然心配してないというか、ワンも全然心配してないかなと。ただ心配なのは、おそらく日本の久保のファンかなと。だから次のステップっていうことを考えるとちょっと心配。だけどもクラブ自体でこれで7位になりました。あるいはもしかしてですよ、今季、欧州カップ戦の出場権を得られませんでしたってことになったとしても、まあしょうがないよなっていうことですよね。しょうがないし、よくやってきてますよ、ここまで。なので、
まあ、大型補強というか、まあ、選手は入れ替えるでしょうね。メリーノを出して、まあ、センターバックも誰か1枚取るのか、あるいはパチェコの成長を待つのか、わかんないけども、センターフォワードは、まあ、サディックは出すんじゃないかって言われてるし、うん。だから、まあ、選手を入れ替えるですよね。あと、ベッカーが非常にいいので、ベッカーをなんとか上手に使って、ちょっと構成をね、4-3-3をこう変えたり、2トップにしたり、ベッカーはセカンドトップで使いたいなとかね、久保頼りっていうのからどうにかして脱却するようなアタッカーの相棒が誰か欲しいな。ベッカーが最適なんですけど、そのためにこうちょっとまあ、監督もいじってくるかもしれないですね。追いやらさわるの使い方もあるしね。うん、だからちょっといじってくるのかどうのもあるかもしれないし、それはちょっとね、今後、もう8月の最初のリーグの3試合ぐらい見ないとわかんないです。ソシエダがどうなるか。うん、システムを変える可能性ももちろん。変えない可能性もあるけど。特に前の方。後ろはまあ変えなく、後ろはまあ変えなくていいですけど、前の方は並びも、形も変えてくる可能性はありますね。では最後にマジョルカに加入しました浅野拓磨。まあ、マジョルカ、ジャコバ・アラサテ監督が就任しましたけれども、どんなチーム、個人に期待できそうですか？そうですね。まだ、ツートップは健在なんだし、知ったっけ、マジョルカは。無力はいま巨すよ。漢、無力は、セカンドトップは？サイル・ラリン？名前、そう。いますか、まだ。いるはずです。となると結構厳しいですね。うん。このね、コンビが非常にいいんですよ。このコンビが良くて、まあ、3人目のセンターフォワードっていうのは絶対に必要なので、まあ、アブドンプラッツのポジションですね。位置的にアブドンプラッツがマジョルカでやっていた役割のところに浅野が入ってくると。で、浅野の役割からすると、ラリン代わり。ということもできますよね。で、おそらくトップも、センターフォワードで、ワントップ、メインのセンターフォワードもできるんじゃないですか。セカンドトップもできる。僕、日本代表のプレーしか見てないですけど、そんなイメージがありますね。だから、レギュラー争い、まあ、最初は控えだと思うんですよ。この二人がいると、この二人が原動力だったので、コパの決勝進出の原動力もこの二人だったので、この二人が非常に強力であると。ただ、チーム的に三人目のセンターフォワードっていうのは絶対に必要なので、それは求められているところに浅野が入った。で、浅野の、キャラクター的には、センターフォワード、ワントップ的にもプレーできるし、セカンドトップ的にもプレーできるだろうと。で、戦術理解力もあると。いうことであれば、まあ、もちろん正解のね、求められての移籍でしょうし、正解の移籍であるとは思います。だからそこは非常に楽しみにしてます。わかりました。それ以外に、ラリーガ全体として、最後に木村さん期待することは。ユーロで活躍した選手がね、例えば、ニコなり、スビメンディなり、まあメリーノはもしかしたらリーガからいなくなっちゃうかもしれないけど、いない、しんないですけども、まあリーガで活躍した選手、ユーロで活躍した選手をもう一回リーガで、の各チームにこう散らばってるのを皆さんに見ていただいて、そうすると、割と三強にいないな、みたいなことに気がつくと思うんですよね。結局、フル代表の強い選手、良い選手っていうのは、まあタレントがいないみたいなことも、傑出したタレント、ヨーロ、欧州で傑出したタレントがいないみたいなことを言いましたけど、実は、リーガの
周囲人とかにいるんですよね。うん。大体もう最近の傾向として、ほぼフル代表の、選手の所属クラブを見ると、ほぼ、まあプレミアの選手は多いですけれども、以外は、リーガの選手は、ほぼ中盤の中位クラス、三強ではない。それこそソシエダなり、ソシエダビルバオ、ビジャレアル、ベティス、みたいなところがね、輩出してるわけですよね。だからそういう目でちょっと見てほしいかなというふうに思うんですよね。そのユーロでの優勝を機に、そのどうしても皆さん三強の方に目が行くんでしょうけども、少なくとも、まあ、マジョルカに日本人選手が入ったということで、マジョルカ対ソシエダは皆さん見るんでしょうけど、まあ、マジョルカ対ビルバオとかね。マジョルカ対ベティスとか。マジョルカ対ビジャレアルとか、ビジャレアル対、ソシエダとか。そういうのも見てほしい。要は、まあ、サッカーが上手いっていうのを見てほしいんですよね。サッカーが上手いんですよ。その辺のクラブっていうのはみんな。サッカーが上手くないと対抗できません。三強には。対三強でサッカーが上手くなるんです。リーガのクラブ、各クラブ。戦術的にも上手くなるんです。監督のスペイン人さ、スペイン人監督がなんで優秀かっていうと、三強でめちゃめちゃ戦力格差があるチームを、相手に戦ってるからなんですみんなそうです。みんなそれでうまく、ロペ的にしても、ウナイ・エメリにしてみんなそう。だから、そういうところ、サッカーが上手い監督がいる。サッカーが上手い選手がいる。っていうのを、もう、まあ、三強を軸にでいいですから。三強を軸にしたり、見て、三強の対戦相手っていうことで見てもらっていいし、ああ、で見てみると、ああ、ユーロでちょっと見た、あの選手がこんなクラブにいるんだね、と。あ、ビルバオにいるんだねって、ビルバオってどんなチームかな。ああ、ビビアンってビルバオのセンターバックだったんだね。そういうの。そういうところを見てほしいんですよね。いい選手いっぱいいるんですよ。いい選手いっぱいいる。ネームバリューがないだけで。プレミアに立っていかれた時にネームバリューができるんですけど、僕らはリーガを見てるんで、この選手は買っていかれるだろうなっていうの、もうわかるじゃない。まあメリーノなんて、メリーノがずっと言われてますよね。ずっと買っていかれる、買われるだろうな。もうリーガ内では買れないんで、三強がなかなかメリーノ取るっていうのはちょっと、まあ難しい構造もあったりする。ので、リーガのいい選手っていうのはほぼプレミアに行ってしまう。なので、で、そしたらビッグネームになるじゃない。でもその時に、俺あの選手リーガの時から見てたよというね、ちょっと胸が張れるんじゃないかと。今リーグじゃ。だって、オリンピック見てください。ユーロ見てください。一番いいサッカーをやってて、強いサッカーが、勝てるサッカーをやってるのはどこの国ですかっていうことですよ。いや、プレミアすごいし、僕だってプレミアのね、プレーを見てると、もうそれはワクワクしますよ。プレミアすごいなと。でも、プレミア勢とリーガ勢で、圧倒的に力の差があるなと思ってても、まあそこそこやるし、まあフル代表だったら、イングランド関係の代表には負ける気がしないですね。申し訳ないけど、申し訳ないけど、それはサッカーの理解力がもろに出てしまうから、違いが。だから、うまいんですよ。そこを見てほしい。名前もね、知らない選手でね、みんなね。あれだと思うけど。まあ、リーガの楽しみはそういうことです。もう強さだって証明されたからいいでしょ。ぜひそういう日本視だっ点てで。強くなりたいんだよね。日本強くなりたいんだよね。そしたらやっぱりうまい。うまさを見てください。うまいっていう。技術がうまいっていうだけじゃない。サッカーがうまいなんですよ、大事なのは。僕、なかなかこう言語化できなくて申し訳ないんだけど、サッカーがうまいって。
ポジショニングが上手いとか、判断が正しいとか、いうことなんです。監督が11人いるみたいな感じなんです。言っちゃえば。グラウンドに。そのぐらい上手いんですよ。なので、それが一番見れるのはもちろんリーガーですよ、ということですね。はい、最高の宣伝ありがとうございます。ということで、もう来週の8月の15日に開幕しますんで、また、2425シーズンのリーガは、木村さんと共に見ていきたいと思います。今月も木村さん、たくさんお話しいただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。